おはようございます。みんなで作るみんなのためのメタバース、ザナのファウンダー、リオがドバイからお届けするメタバースチャンネルです。 いや、やっぱりね、最近思うんですけど、やっぱりこのボイシーっていうのは、なかなかやっぱりいいもんですね。今まで僕もね、結構、いろんなアップロードをですね、いろんなメディアで心を見てきたんですけれども、このやっぱりサクッとね、取れるこう、ボイシーっていうのは、やっぱりなんかアップロードしやすいしですね、まあこれじゃなかったらなかなか毎日続けるので大変だよなって結構思いますよね。だから YouTuber さんとかね、まずでリスペクトなんですけれども、まあこうやってですね、えー、こういう形で毎日のね、僕の今開発してるこのメタバースであったりとか、いろいろ考えてることであったりとかね、 えー、またはですね、こういった、あの、えー、利用研究と題されたですね、この世界の、えー、仕組みであったりとか、これから未来、僕たちが向かっていく世界であったりとかね、そういったものを今お届けさせていただいております。えー、今日も今日をとってですね、結構いろんなお話があるんですけども、えー、まずですね、えー、ザナジェネシスのロック機能ね、機能ちょっとボイシーでお話ししたんですけれども、これですね、えー、全然ロックは OK なんですよ。ただ、 一つだけですね、お名前がですね、初期の状態に戻ってしまうという現象が発生していまして、で、こちらはですね、ロックの時にいろいろ行動を書き換えた時の、ちょっと副作用みたいなものが出てしまっているんですけれども、明日いっぱい10くらい、あ、今日か、もう今日になったんでえ、今日いっぱいぐらいでね、治ると思うので、こちらに関してはですね、名前変わっちゃってよという人はもうすでにね、変えていただいても大丈夫ですし、えもしまだ変えてなくて、なんだろう、大丈夫だろうなと思ってる方はですねえ、ちょっと待っていただければ、えー、僕たちの方で元に戻しますというか、皆さんが、 変更いただいた名前にちゃんと戻しますので、ちょっとね、これだけお伝えしたいなと思っております。でですね、今少々ガス代が高いと思うんですけれども、まあこれちょっとね、今回の仕組み上仕方がなくて、まあ1ドルから2ドルくらいでロックできて、アンロックの時も同じくらいかかるかなっていうくらいなんですけど、まあまあ、盗難されることにね、えー、比べればっていう感じではあると思うので、えー、まあですね、ぜひ活用していただければいいなと思っています。 でですね、ジェネシスチャットも無事使えるようになりましたので、もうロック状態だとしてもお話をしていただくことは可能ですねで。ちょっと吹き出しが出ない問題みたいなのがあったんですけど、これはもう解決したので、ちょっと今試していただければ、もうちゃんとね、吹き出しは出て話ができるかなと思っています。 はい。それがですね、ザナジェネシスでして、えー、ディーモももうロックができたのかなで次にですね、ランドに行こうかなと思っていますね。はい。えー、そういった感じでね、徐々にこう、ロック機能をつけていこうと思ってるんですけども、今ですね、残念ながらこれあの、えー、 プライベートフレーズを抜かれると、えー、残念ながらですね、これはもうどうしようもないというところで、その人たちがアンロックしてしまうとですね、当然ロック外れてしまうんですけど、えー、その次はですね、それすらもできないように、もう2重ロックみたいな感じで、2FA とかね、SMS 認証とかそういったものまでできるようなロックにガチガチにしていきたいなと思っているので、まあちょっとね、ス,ステップ、ステバイステップでやっていくので、それも、えー、そうですね、まあどれくらいだろうな、月内とかにできたらいいんだけどなと思いつつですね、まずはこれをするだけでもちょっと防御力上がりますので、えーいきな 全部抜かれるっていうことはなくなるかなと。 思ってはいるんですけども、まあ何よりも大事なことはですね、そのシードフレーズはもうとにかくもう教えないと、まあこれを聞いてくださっている人は、えー、結構そんなことはなかなかしないと思うんですけども、まあど、どっかのですね、サイトに、えー、なんかアップローブしてしまったぐらいだったら大丈夫なんですね。ただこうね、シードフレーズ抜かれちゃったらもうどうしようもないので、そこはね、ロック機能があるといえども、引き続きね、気を引き締めて、えー、絶対そういったものは誰にも渡さないというようにしていただければ嬉しいなと思っております。そしてロックを解除するときはね、これ必ずやってほしいんですけども、ちゃんとですね、アップル、いろんなサイトに出して、 してる許可を絶対にね、えー、まず外すと外してからロックを外さないともうそこで仕込まれてたらダメなんで、えー、それですねせっかくロックしてるんだから外す時もちゃんと身の回りをね右向け左向けしてからロックを外してくださいということですね安易にロックを外したらですね行かれる可能性があるんでこれも非常に気をつけてくださいはい で、引き続きですね、昨日発表させていただいたのが、ザナビルダーがですね、アップロードしましたね。ザナビルダーはね、調子いいんですよ。あの、すごくやっぱりチームが優秀で、えー、これをやってる人たちはですね、なかなか使えないですね。まあ、あの NFT デュエルとか、ザナとかはね、結構新しいことにひたすらチャレンジしてるんで、あの、なかなか使える時とかがあるんですよ。まあ、一週間伸びてしまったりとかね。ビルダーチームはですね、比較的オンタイムで進んでいくんですよ。一番ね、人数的には少ないはずなのに、いきなり一番スムーズに進んでいくっていうね、よっぽどまあリーダー、 あの彼が優秀ななんだろううっていうところなんんですけどちゃんとアップロードされましてで今回デザインチームもね、いアセットを増やしろんなアセットを追加されてるんでね、皆さんちょっとまた、あの、作っていただいて、その新しい、えー、アセットを使ったワールドを見るのが僕はすごく楽しみにしているんですけど、その、昨日かなおとついかなにちょっと散ら出しさせていただいたサイファイのやつですね。あれはこれの次のバージョンになります。今回のやつはですね、さすがに入ってないんですけど、これの次のバージョンに、ああいった未来のものも出てくるので、まあ、今回は結構スタンダード なのやつをたくさんいっぱい入れたっていう感じですねまあ、ほとんどいい感じのジャンルのものはですねほぼほぼ作れてき出してるんではないかなといろんなジャンルのものはですねと思いますで、まだまだねこれからどんどんもう何千個もねアップロードしていくんで楽しみにしておいてくださいあとは細かいですね使い勝手を良くしたりとかバグみたいなのも直したりとかそういった細かいアップデートをしっかりしています そしてですね、今日もひたすら僕はゲーム開発に明け暮れる日々だったんですけれども、えー、逃走中の方もですね、公開しましたね。ゃ新,た新しくチャンネル作って、あ、そう、DAO のですね、えー、うちらのディスコードのザナダオのチャンネルをちょっと見やすくしようと思って、ゲームがね、結構増えてきたんですよ。で、ゲームって結構ですね、僕たちのこのザナメタバースの中でもすごい大事な要素になるので、もうそれ単体で一つのゲームセクションにしようかなと思ってですねた、あの、ジャンルを切り分けたんですね。で、今そこにはまあザナ、ゲームビルダーっていうですね、このゲーム ゲームを作るためのいろんな要素を討論する場所、ザナ人道、ザナ逃走中、で、ルースターファイターですね、あとはファーム企画というところで、まあ、NFT デュエルどうしようかな、デュエルもこっちに入れていいかな、ゲームなんでですね、えー、みたいな感じで、ザナの中でも本当にね、いつの間にこんなにゲームがたくさんできたんだっていうぐらい、ま,あ、まだまだ企画中のものもたくさんあるんですけれども、えー、かなりですね、ゲームが多くなってくるなと思ってますので、まぁ、あ、2023年はですね、かなりの数のゲームが出ると思いますよ。まあそれこそがですね、僕たちが思い描いている、本当にゲーム プラットフォームとして大きなエコシステムをしっかり回して毎日です、ね、いろんな人たちがどんどん遊んでくれるようなプラットフォームになっていくと思いますので、えー、皆さんぜひ、ね、このゲーム部屋いろんな部屋がありますんでそして開発途中の、ね、いろんな様子も見れますのでこれもぜひチェックしてみてください ですね。そして、もう結構ね、同時に裏側ではですね、前回のお祭りの効果もあってか、いろんなお話が舞い込んでくるようになってきて、結構面白いね、コラボレーションとか、えー、企業さんとのコラボレーション提携とかですね、えー、かなり今ホットな感じになってきているんですよ。久しぶりにね、僕はそっち関係で、えー、企画をたくさん作らなきゃいけない時が来ていまして、でもね、結構そういうのは僕は好きなんですよね。結構、すごい脳のパワーを使うんですけれども、うん、この企業と、俺たちか、 どうしようかなみたいな感じで、まあ、0から1を作り出すみたいな感じなんですね。なんか、僕たちがね、一つ商品決まってて、こことタイアップしましょうだったら、まだ早な早いじゃないですか。けどもね、あの、メタバースってやっぱ広いんですよ。で、僕たちはゲーム、ゲーミファイとか、NFT とかね、いろんな AI とか、まあ、いろんなものをやっているっていう中で、じゃあ、途端にですね、ここに一つブランドさんがありますとか、企業さんがありますっていう中で、じゃあ、一体、僕たちが持ってるいろんな手持ちの武器の中とか、ノウハウの中の、どこを使ったら、 お互いウィンウィンになって、お互いにメリットがあるだろう、みたいなね。その回を見つけ出すっていうことはですね、いつもそんなにね、簡単ではないんですよ。まあ、と言いながら結構すぐ思いついてすぐ作るんですけれども、けどね、その分、あの、短期間でしっかりね、集中して考えるっていうこともはいつも知ってるんですね。えー、なんで、えー、すごくね、あの、まあ、つ、都度はやっぱり、ね、面白いんですよ。それは自分の中でも刺激になるし、あ、こういった人たちか、って言ってね、自分に考えるよりきっかけをくれてる感じなんですよね。だったらこんな使い方がいいのかな、みたいなんで、そういう、 なんかこう、いろんな人たちが使うメタバースに、えー、なりたいがために自分たちが考えていくことっていうこと自体が、やっぱりこのザナを成長させる一つの原動力になっていると思うんですよ。だって、そうやってやっぱりそうじゃないですか。いろんな人たちが、えー、これって使えるねとか、こんなんあったら便利だねみたいな機能を持っているメタバースとかね、そういったコンテンツ展開ができるメタバースって、きっとですね、同じような他の人たちもみんな欲しがるようなものだと思うんですよね。えー、だからそういったことをすることによってですね、自分自身をどんどんアップデートさせていって、えー、ね、皆さんにとって 魅力的な使い、えー、心地の良いというか、まあ、使い勝手の良い、えー、と言いますかね、使う理由がある必要とされるべきメタバースになっていってるかなというふうに思ってます。 そうですね。その一環として、このザナの冬祭りですね、今月1、今からちょうど2週間後くらいに用意しているんですけども、こちらはですね、皆さんが、えぇ、ー、って驚くような、結構面白いね、ブランドさんとか企業さんがいるので、これは僕もさすがにちょっと笑ったんですけど、えー、それがですね、ユニークな、えー、そんなとこ来るみたいなところが来るので、あの、すごくね、面白いんですよ。なんでね、楽しみにしておいてください。そして、そこと一緒にね、作る、また僕たちのね、その、今言ったような、あの、頭を思考を凝らしてね、作ったコラボレーションの仕方っていうの はねまたこれ面白いんですよ結構パンチ効いててザナのことを好きでね結構いろんなアイテムとかザナの中でやってることを知ってくれてる人だったら思わずちょっとねププって笑ってしまいそうなそんなコラボレーションがねできてくるんですよ、えー、これはね冬祭りの、えー、一発目のニュースになるかなと思うんですけどすごい面白いニュースなんで楽しみにしておいてくださいはいじゃあまあ今日もですね皆さんのこう脳をくるくると激しく回転させるようなお話をねしていきたいなと思うんですけれども今日はですね最近僕がしっかり勉強をしているいろんなこう科目の 中でですね量子力学っていうももものがあるんんんでですよでこれもねねね僕僕難しそうだし僕はそはななに、ね、科学とかとかかか物理全然得意じゃなかったんでいや、無理っしょみたいな感じでね、全然勉強しなかったんですけれども、最近それがすごいね、大事であるっていうことに気づいて、なんとか自分にとってね、分かりやすいような教材を使ってしっかり勉強しようと思って、で、ようやくね、あ、あ、これだったら分かるわみたいなね、ちゃんと優しく、え、勉強できるようなソースが結構見つかってきたので、それで勉強しているんですけどもね、なかなかこれは勉強すれば、 するほどめちゃくちゃ深いなと思ってきてるんですよ。でなぜかというと僕が最近こう話しているようないろんなテーマとあとやっぱりねこの世界はメタバースだったっていうメタバース理論ですね。えこれにですねめちゃくちゃなていうかなこれをすごい体系立ててしかも証明までしてしまってるっていうのがですねこの量子力学なんですよね。で普通にまあもう本当に今このね世界中のもうトップ中のトップのもうえらい学者さんたちですよ研究チームとかねすごい、えーえー、いろんなねこう あるような人たちが今最先端の研究をしているっていうのはこの量子力学の分野なんですね。でまだまだ謎だらけだったんですけれども、最近になってねいろんなこうあの徐々にですねこれがいろんな謎が解き明かされてきて、えこの学問の分野すごく進んできたんですね。でこれがですねなかなかぶっ飛んでるんですよ。今までのなんかそういった、えー、まあそうだなもっと例えばその原子とかですねあの分子とかなんか電子とか習ったじゃないですか皆さんあの学校で、でああいうレベルだったらまだなんとなくギリギリオッケーか。 みたいな話でです、ね、まだこう、まあ、まあなんとなくこう物理の世界というかそれのもっとこう細かい、えー、レベルの世界なんだなっていう、ねえーま、ミクロの世界の出来事なんだなみたいな感じでまだ納得できるんですけどこのです、ね、量子力学っていうのはちょっと、ね、ぶっ飛んでるんですよ。 もうあっちの世界完全に行っちゃってるみたいな感じで、よくまあこれを人間が、何て言うかな、発見できたなっていう感じなんですけれども、あの本当にあのアインシュタインさんとかでもですね、あの超天才と言われた相対性理論を作ったアインシュタインさんでさえも、まだここにまでにはたどり着けてなかったものなんですよね、これが。なんとなくきっとそういう風になっているんだろうみたいなことには、今までのね、過去の人たちも思ってきたんですけど、本当にこの数年、最近になって解き明かされてきたのが、この量子力学なんですよ。 で、これを、そうですね、クリプトを仮想通貨とかね、えー、触ってる人だったら、この名前ってどっかで聞いたことあるなと感じると思うんですけども、一番ですね、この世界、僕たちのこの、えー、クリプトの世界に一番関連性が強いだろうっていうネタはですね、あの、量子コンピューターっていう感じなんですね。で、ね、これ皆さん多分聞いたことあるなと思うんですけども、まあ、今までのコンピューターとはもう全く桁違いのパワーを発揮する、もうね、 もう言ってしまう、もうスペックが違いすぎて、なた、た、例えがちょっとわかんないんですけども、あの、まあ、なんていうかな、もうありと像とかそういったレベルじゃなくて、もうなんかね、根本がもう圧倒的に違うみたいなですね、今までのコンピューターの仕組みと、っていうようなコンピューターが今もう実際に、もうこれ完成してるんですね。完成してて、すでに実動段階に入ってきているっていう感じなんですよ。で、 それにもこの量子っていうものが使われていて、で、もうちょっとですね、広く、広い分野でいうところの、例えば太陽光の発電であったりとか、えー、特にあの、イーロン・マスクさんが研究してるやつですねあの、あっちの最先端の太陽光発電であったりとか、あとはそうだな、なんだろう、えっ、ー、と、半導体ですね、このコンピューターとかにみんな CPU とかでいろんな半導体が入ってると思うんですけど、えー、こういったものもですね、この量子力学の、えー、お、の応用で作られているんですね。だからかなりすでに皆さんが無意識のうちに僕たちが使っているんだけれども、それをですね、突き詰めていって、 今、こう、学者さんたちは。突き詰めていったら、とてつもなくなんか、ヤバい世界が、蓋開いてきたみたいな感じなんですけども、これがめちゃくちゃ面白いんで、ちょっとですね、もう僕が分かる範囲でお話しするんで、多分、全然難しいね、本とか、えー、ビデオとか見るよりは分かりやすいと思うんですけども、僕、ど素人の観点で、簡単にね、これさて説明したいなと思ってるんですよ。で、一番のこれのポイントっていうのがですね、 こう今までの人が、なんか、超常現象とか、なんか、スピリチュアルだとかって言われてたようなことを科学で完全に証明してるところがすごいんですよ。なんで、なんか、今まで、なんか、解き明かされてなかったミステリーとかね、謎とか、なんかこう、そうやって言われてるんだけども、人間にはどうしても理解できないみたいなね、そういったことがですね、綺麗にね、この、あの、量子力学によって、綺麗に説明がつくようになってるんですね。で、ちゃんと科学的な根拠をもってして、あ、こうなってるんだ、みたいなことが、解き明かされるようになってきて、 言ってしまえば、もう本当に科学でガチガチのですね、もうなんか物質目に見えるものしか信用できませんみたいな、証拠があるものしか認めませんみたいなね、そういったもうガチガチの現代のそういったあの物質主義的なこう科学ですね、テクノロジーと、あとはもうそんな目に見えない世界ですね、例えば宗教であったりとか伝説であったりとかスピリチュアルであったりとか、なんかそういった第六感的なものとかね、そういったも全然相入れない世界ですね。 を、まさにこう繋いで、それって両方一つ同じものじゃねみたいなことをですね、統合しちゃってるんですよ、これが。えー、だって全部この理論でできてるじゃん、みたいなね。えー、だから全部きれいに説明できるよって言って、全然こうなんかお互いが反対のものであるみたいな感じではないんですよ。同じじゃんって言ってるのがですね、これのすごいところなんですよね。で、じゃまずそれのね、ぶっ飛んでる特徴がいろいろあるんですけども、 まずそもそもの前提としてですね、この量子とかって言われているものはですね、もうすべてのものをもう圧倒的にも細かく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 していって、もうこれ以上分解できませんみたいな状態にまで、こう細切れ細切れにしていくんですねで。細切れって言ってもみんなあの玉ねぎとか切っている、えー、細切れにしていくわけのレベルじゃなくて、なんかこう原子ってあるじゃないですか。なんかこうあの、めちゃくちゃ小さいものですよね。でこれすらもこれを作って、 作っているものがまだありますよみたいなでそれを作ってるものがまだありますよみたいなのでもうこれ以上無理っていう限界まで,でもあのレベルのものはさらに分解していくんですよでそれがですねあのこの、えー、量子力学で言われているこの素粒子っていうね一番細かい物体なんですけれどもえこのですね素粒子がですね今世界でちゃんと発見されているところで18個程度なんですねで意外と少ないと思うじゃないですかなんかもっとこの世界の最小単位ですよだってもういろっとありとあらゆるものが いや、実は、なんか18個のものからできてましたみたいな。いええー、って、意外と少なくないですかねえ。だって、じゃあ、言ってしまえばですよ。人間のこの体も。 言ってしまえば、例えば、葉とかもえ、そこのですね、鉄とかの、なんかその辺にあるものも、草もですね、え言ってしまえば、その空にあるものとか、もうあれ誰のれこの地球上のものですよ。これがですね、元を一番出せばたった18個みたいな、まだ発見されてないものもあるかもしれないですけど、今のところ18個で全部できてるっていう風に説明されてるんですよね。で、それはなかなかね、まずそもそもすごいなと思うんですけれども、じゃあまあ、まあ、この18個ですよ。で、こいつはどういったものなのかっていうところですね、こいつがマジでぶっ飛んでて、あのですね、これって、ぶっ 物体であると同時に物体ではないみたいな話なんですよ。で、まあ、早速意味わかんないじゃないですか。何かって言ったらですね、これ基本的になんか波なんですよね。で、波、波なんですけれども、これやばいのがな、波って人に見えないんですよ。例えば電波とかって人に見えないじゃないですか。けどそこに存在するからみんな携帯電話とか繋がってるし、Wi-Fi 繋がるじゃないですか。けど見えないですよね。でもあれ、あれあ,れあ,れあ,あいうのがじゃあ例えば波だとしましょう。 ねえー、あのー、物質って言ったらもうカチコチじゃないですか。みんなこう、例えば、あの、コンコンコンってね、机叩いたりとか、えー、地面に今自分が立ってるのも、壁に頭ぶつけるのも全部これ物質だからですよね。えー、っていう物質があって、こう波と物質違うじゃないですか。まあ不思議なところでね、これはよく僕も不思議に思うんですけども、まあ壁が分厚いとか壁に囲まれたところに行ったら電波が弱いとかね。<laughs> これなんか時々あるじゃないですか。まあだから、あのー、 通り抜けれる場合もあれば通り抜けられないものもあるんだろうなみたいな感じなんですけども、まあ、基本的にですね、こういった、えー、電波、波の波、波とですね、物質なんですけど、こいつに関してはですね、あの、両方を、えー、存在するんですよ。両方のバージョンが。 あ、じゃあ、それって、なんていうか、例えば水も液体の状態と、えー、っと、なんかね、気体の状態と、凍ったら、あの、カチコチになるじゃないですか、みたいな感じでね、形変わるじゃないですか。あ、そんな感じなんですかって言ったら、ちょっとね、それとはまた若干ね、これレベルが違ってて、何がやばいかって言ったらですね、これが一番のやばさなんですよ。一番やばさは、あのですね、人間がね、それを見て、観測するっていう言葉は正式に言うんですけど、それを観測して見てみようと思った瞬間に、 そいつはですね、物質になりやがるんですよ。ちょっと意味わかんないじゃないですか。普通の状態は波なんですよ。だからこう、ダルマさんが転んだみたいな感じでパッて見た瞬間に物質になるみたいな感じなんですよ。なあ、ほなと。 なんな、こんなことあるかいなって話じゃないですか。例えば電波が、今、あの、みんなね、こう、ケ、携帯でですね、あ 5G 来てるわ、みたいな感じでですね、全然何も見えないけど、あの、電波、バンバン立ってるから 5G みたいな感じじゃないですか。けどね、んここに 5G の電波来てんなって、パッて見た瞬間にですね、いきなり 5G が、形になってたらおかしいじゃないですか。まずそもそも 5G の形って何電波の形って何みたいな感じなんですけど、あの、なんか、そういうレベルなんですよ。で、で、ええー、って感じじゃないですか。で、 で、じゃあ、見なかったらどうなるのって言ったら、見なかったらずっと波のままなんですよ。全くこれ意味わかんないじゃないですか。でね、これを理解するのに僕も結構時間がかかったんですけれども、これがこいつのすごいところで、でも、こういう奴らが、この世界のすべてを作ってるんですよ。すべてを。ってことはですね、僕たち自身もね、すべてのものが、こういう性質で作られている、 分解してしまえばみんなそこなんですよ。みんな観測されるまで気づくまで物の形になってないみたいな世界に僕たちいるんですよね。でこれっていろんな実験で、ね、もうそんなはずないと思ってもありとあらゆるところで、えー、この実験がされてるんですけども、どう考えてもですね、その実験結果がもうこれを証明してるんですよ。 もう完全に意識されたらもう形が変わるっていうのがね、もうこの量子力学の基本みたいな感じになってるんですよ。いや、マジでぶっ飛んでるなと思うんですけど、えー、じゃあ例えばね、どういう、あの、これを例える、分かりやすく例えるとね、どういうふうな、あの、実験をみんなしてるかっていうとあ、あの、あの、例えですよ、あくまでね。これ例えなんですけれども、例えば二つ部屋があるじゃないですか。で、ね、えー、二つの部屋があります。で、ここにボール持ってます、手にね。 ボール持ってて、で、どっちかの部屋にこのボールを1個だけ入れますと。ってなったら、1個の部屋にはボールが入ってて、もう1個の部屋にはボール入ってないじゃないですか、当然ね。で、えー、っと、じゃあ、あの、入れました。さあ、どっちにボールを入れたでしょうってなるじゃないですか。で、んどっちだろうなと。どっちだろうなと思って、カチャってドア開けた方にボールがあるみたいな感じなんですよ。だから、どっちにもあって、 開けるま、ドア開けて見れて見るまではどっちでもあるんですよ。なんかちょっと言ってて怖くなってきたな。でも、開けた瞬間にもう一個の部屋の状態はない、ボールがない状態になってて、開けた方のところにボールが入ってるっていうね。こういうことなんですよ。全く意味わかんないじゃないですか。もしその部屋を監視カメラみたいな感じで見てるとしたらですよ。これあくまであの、あの人間のサイズで言ってますけど、ほんまめちゃくちゃ小さいレベルですからね。見えないレベルですけれども、そういうことなんですよね。 で、これがもっとやばいのが、それだけでももう十二分にやばいじゃないですか。あのだ、だから、ま、ま、まさにですね、こう、確認、人が気づいた時にそうなってるみたいな感じなんですよ。 で、これ僕たちの世界ではですね、すごい分かりやすい例えで、例えばですね、あの皆さんなんだろうな、あれ、あの、あの、三国無双とかゲームやったことあるじゃないですか、あれでですね、遠くの敵って見えないじゃないですか、近づいてきたら見えますよね。であれってああいう風にしないと、マシンがですね、もう見える世界全部をこうやってレンダリングしてたら、もうとて,つとてつもないパワーがかかってですね、めちゃくちゃゲーム重くなるし、そもそも動かないんですよね。だから、あの、プレイヤーの目に見えてるところだけを出してるんですよ、ゲームって。 っていう、あれを僕たちも 3D でメタバースやってるので、当然考えてることと全く同じなんですよね、これの原理って。だからこれがすごいなと思うんですよ。これがまさに僕の中で、この世界はもうある意味完全にメタバースだなって思えるっていうのは、もうまさにそのルールそのまま踏襲してるんですよね。だから確認した、自分が確認してるからこの世界はこういう形になってますっていうね。シンプルに言えばそういう形なんですよ。 でここまででも十分に、まあ、ぶっ飛んでるんですけどさらにもう1個ぶっ飛んでることがあって何かって言ったらこいつにはです、ね、時間の観念が関係ありませんみたいな話なんですよ、時間も超えてきますみたいな。 で、なんだったら時間だけじゃなくて場所まで超えますみたいな話なんですよ。で全く意味わからんって感じじゃないですか。で、なんだろうってったた、あのだアインシュタイン大先生でもですね、この世界で一番速いのは光であって、で、光はですね、あの、に速さに近づけば近づくほど、あの、なんていうのかな、あの、時間が、時空がずれるみたいなね、えー、例えば、光の速度に近づけば近づくほど時間がゆっくり流れるから、まあ、ある意味そこでですね、タイムマシンみたいな存在も可能だし、時間っていうのは絶対的なものじゃ ないと相対的なものだっていうのが彼のねもう超世紀の大発見だったじゃないですかけどですねこの量子力学から言ったらですねそれより早いものすら存在しますみたいな感じなんですよでもそれって、まあ、あくまで言ってるのは時間の流れる速度の話ですよね速度の話なんですよけどこの量子力学でいうところのですねその時間の関係すら関係ないっていうのは何かって言ったら さっきのボールと部屋の実験ですね。これ、この乱暴な実験に例えて言うならば、その人間がね、どっちかに入ってるでしょって言ってカチャって開けたら、そうだ通りです、こっちにありました、みたいな感じになるじゃないですか。けどそこって、そこにじゃあボールがあるってことは、そのボールがどこか,から来たっていうことになりますよね。 で、どこかから来たっていうことって、過去が、そういう過去があったから、今ボールがそこにいるわけじゃないですか。けども、開けるまでわからない。じゃあ、そっちを開けた時に、そのボールがどうやってそこに来たかっていう過去すら同時に作られてるみたいなね。そういったイメージなんですよね。いや、もうこれね、話していても自分でわからなくなるぐらい複雑なんですけれども、けどね、そういったとてつもなく不思議なもので、 どうやらね、この僕たちの体というか、この世界はできてるらしいんですよ。約18個ぐらいのね。それがもう重なって、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 徐々に大きい大きい大きい存在になっていて、いろんな形になっていて、いろんなものを作っているだけでね。突き詰めていけばそういったレベルのものだっていうことなんですよね。さらにこれ結構皆さんがよく知っているようなお名前もですね、結構たくさん出てきて、えー、もっと言うとですね、このアインシュタインさんいるじゃないですか、世界で最も天才と言われた男ですね。えー、この人ですね、 もですね、この量子力学の世界に関してはまだまだ解明できんことが多すぎるしどっちかというとよく分からん反対みたいな感じだったんですよね、ちょっと不可解態みたいな感じで解き明かせなかったんですけども最近になってです、ね、例えば京都、えー、今記事パッと見ても東京大学とか京都大学とかです、ね、そういったところの研究チームとかがこのさらにもっと不思議なです、ね、アインシュタインでさえもがクエスチョンだったようなことをです、ね、実験で証明しつつあるんですよね。例えばこの他にこの量子の,の 分野で面白いことって言ったら、例えばその2つのものがですね。同じ何かこう関係がある人たち同士がまあ、両親の世界ですけれども、関係がある。例えば、a さんと b さんがもうどれだけ離れててもですよ。もう銀河の果てた果てぐらい離れてたとしても、a さんに何かあった瞬間に b さんにはわかるみたいなね。こういった相互作用があるみたいなことであったりとか、あとはそうですね。 この京都産業大学からの実験結果だったら、もう漁師の部分ではですね、テレポーテーションが可能になってるって言ってるんですよ。もうね、わけわからんでじゃないですか。けどそういったね、もうテレポーテーションは可能だわ。どんだけ離れても影響を与え合うわ。えー、見てない時は何もないけど、見た瞬間にそれが形に変わるわみたいな、もうね、全くうー、ね、よくわからないような存在で僕たちってできてるんですよ。これがね、まずすごいことだと思いますし、 そんなことですらね、本当につい最近分かってきてて、まだその中のですね、もう何分の何分の何も分かってないっいうも、本当に始まったばかりの研究なんですね。けど、これをもっとねあ、紐解かれていく頃にはですよ、もう本当にこの世の,世の中の本当にいろんなものがですね、全然違う視点で解明されていくなって思うんですね。ってなった時に、本当にこの世界っていうものは何かが生み出している、 本当にね、人間の意識みたいなものが生み出している、またはもっとまた違う存在が生み出している、本当にバーチャルのね、仮想的な世界であるとった、そういった波がですね、僕たちがこの形に見ようって意識を向けているからこういうふうに見えるような世界、意識が肉体物質を伴って、意識がこういうふうに見ようって知ってることによってこういうふうに見えているだけの世界っていうふうにも、おそらくね、証明される未来が来ると思いますし、時間もね、パラレルワールドみたいに、こっちにもあればあっちにもそ在 するみたいなこっちバージョンの子の自分もいれば、あっちバージョンの自分も世界の、また別の世界ね、どこかにいるみたいな、まあこういったですね、本当に映画のような世界が実証されていったりとか、もういろんなレベルでですね、本当の僕たちの真の姿みたいなものが解明されていくと思うんですよね。でもなんかそういう話をしていたら、なんかちょっとね、どちらかというとこう、まあスピリチュアルというかこう、なんか宗教的なというかね、そういった精神的な感じもしてきますよね。 で考えたら、やっぱりね、万物は、やっぱ同じ方向に向かっていて、よく僕が言っているような、こういった同じ山のね、てっぺんに向かって、行っているそのルートを、全然違うルートを、を説明しているだけであって、なんだったら僕たちもですね、そういった、あの、 細かいこととか今日話したようなこととか難しい理論とかね、もう最近になってようやくちびーっとだけ分かってきましたみたいな、超難しい学問の分野とかの力を借りなくても理解をしなくても、なんとなくそう思っていることってあるじゃないですか。自分的にはしっくりしてるんだけどとか、まあ宗教的な考えでですね、あの、例えばこの世界は何々でできてて、みたいなこととかも含めてですけども、別に何か物語として覚えてたりするじゃないですか、ストーリーですね。えー、なんだけれども、その本質的なことって言ったら、やっぱりね、実は、 なんていうのかなしっかりとした裏付けがあって、技術的にもちゃんと解明できる、けど精神的には、まあなんとなくこう、今までの自分の教えとか考え方とか宗教みたいなもので、なんかこういう風にできているんだろうなとか、こういう考えって正しいよね、みたいなものがようやくね、解明されてこうガッチャンコして、あ、世界の真実ってこうだったんだとか、科学もテクノロジーも同じことを言ってたんだ、みたいな。分かったぞ、とうとう、みたいなですね。そういったところに向かって人間って進んでいってるような気がするんですよ。 なんでね、今日もまとめとしてですね、結論一つで、まあ、全然関係ないかもしれないんですけれども、もうこの世界を作ってるのはね、本当に自分自身だっていうことは、もう自分自身の意識がこの世界を作っているっていうね、えー、僕はもうそれが実証されると思っているし、そういうふうにですね、本当にできてると思った方が絶対良くって、だからですね、絶対自分の力で、 自分とか自分の周りのね、みんなの意識の力でこの世界ってどんどん変わっていくし、自分の現実っていうのも、それでですね、自分がこうって思えばそういう風に形に徐々になっていくし、本当にね、自分っていうアバターを着て、自分っていうアバターにね、好きなことをやらせると、プレイヤーである自分が好きなことをやらせてですね、もうあの、自分がこうやって意識した瞬間に、ね、世界はそういう風になっていってるので、 できる限りポジティブなことを考えながらですね、ワクワクするようなことを考えながら、そういうふうに進んでいけばきっとそれがね、自分自身の現実に変わっていくんだと。そういうふうにしてね、自分の世界とか現実っていうのは作られていくんだなと思います。それでは時間が来たのでここまでです。また次回の放送でお会いいたしましょう。ありがとうございました。